はい、ごきげんよう。高知県たちげんニュース。わー、セントラルサン種族がまた踊り始めています。イエーイ、すごーい。すごいすごい、久しぶりですね。1年以上こういう変容はなかったんですけど、再びこの姿を見るとは思いませんでした。すごーい。1年半ぶりですかね。うわー、すごい王冠ですね、これね。ホワイトゴールド、ホワイトが貴重ですね。すごい変容を見せてくれていますよ、皆さん。イエーイ。今日は2024年の1月の21日になります。わあ、素晴らしい。これは何だろう、リング王冠オウム 違うね。なんでしょう、素晴らしい。なんか、なんと受け取っていいんでしょうか。ずっとここのところね、様相が変わってたんですね、セントラルサン種族がね。単純な黄金を、今までの素晴らしいホワイトゴールドのきらめきだけを見せるんじゃなくて、見てるだけじゃダメだよっていうような感じの、意味合いもあるんだと思うんですね。自分自身がきらめいていかなきゃいけないんです。見てる方それぞれが自分自身を変容させていくこと、魂をきらめかせて、黄金時代にふさわしい状態の在り方に自分自身が変容していくことがとても大切でね、その周波数になっていくことを、意識になっていくことなんです。知識じゃないんです。もうそのものになっていくっていうことが大切で、思うこと、語ること、行うことが一致していくことね、嘘のない状態の自分自身になっていくっていうことはね、とても大切なことで、それを実践していく、それぞれの魂がやっていく段階に入っています。なので、今ね、この様相になっていっていますけれども、どのように変わっていくのか、バッテリーがちょっとないのです。どこまで間に合うか分かんないんですけれども、もうそれぞれがね、眺めて見ている立場じゃなくて、自分自身が主役となって、社会に対してどのように具現化させていくか、黄金時代の地球をですね、その一人一人が役者と思って、ことを成していってくださいね。エンジョイしながらなんですけれども、大船に乗った気で、ワンネスの世界で自分が戯れていくような感じですよね。はい。決してこう、辛いこととかそういうことではなくて、楽しく、こうあったらいいなっていう社会の方向性に、天国のような、その素晴らしい世界がもう来るので、来ているので、本当にね、私この間、ちょっと、インドのサイババの行事を見ていたら、動画で見ていたんですけれども、ココナッツの甘い香りが香ってきたんですね、画面からなんですけれども、もうその量子レベルでこうそういうのがこう伝わってくる段階なんですよね。画面を通してその人たちの周波数も分かりやすくなってきてるし、声のトーンにね、きらめきの乗っている人とそうでない場合とかね、もう全部隠せない状態になってきてるなって思うんですね。輝きのある人たちってすごいですよ、素晴らしいですよ。だからね、本当に私自身も自分に対して思うんですけれども、ありたい世界の方向性、自分自身の住みたい方向性にまっしぐら、その思いがね、とても大切だしね、本当に待ってるんじゃなくって、もうその世界に踏み込んでいくんですよね。演じるっていうか、待っていくというか、飛んでこのように浮遊ししててもいいですよ。イエーイ。
すごい素晴らしい、ほら。ねえ、演舞をしてください。皆さん、それぞれが、それぞれの領域で。はい、でそしてそういう中で輝いていって、それぞれの色合いがあると思うんですけれども、以前見せてくれたのはゴールド色が強いね、本当にそのゴールデンエイジなんですけれども、それは見せてくれていたんですけれども、今私たちがその神なる存在に人間から飛翔していこうとする段階ですよね。だんだんとこう変容していくっていうことなんですよ。皆さんがゴールドになっていくにはどうしたらいいんだろうかって、まあ難しく考えることではないですけど、誰かがしてくれるわけじゃないんですよね。宇宙人 ET がやってくれるわけじゃなくって、あなたたちの環境を整えていくのはあなたたち自身なんです。その意識だし行動だし発する言葉だったりとかするんですよね。なので愛のある、はい、思いを発して良き思いをね、みんなで共有していったりとか語り合ったりとかね、そういうことが今求められているなって感じています。はい、この後どのように変わっていくでしょうかね。はい、あれから1年半ぐらいになりますかね、初めてこういう変わっていく様子を見せてくれた頃から。へー、すごいね、ありがたいですね。そういう段階に、また変容の段階に来ているってことを知らせてくれるっていうのは、ある意味とても嬉しいことです。はい、素晴らしい。ゴールデンエイジに私たちがしていくんですよ、皆さんそれぞれが。いいですか皆さん、待ってちゃダメです。眺めてるだけでもダメ、行動意識して発信してください。待ってますね。はい。はい、今ね、流れてきているエネルギーがね、すごい真我のね、喜びっていうかね、そんな感覚ですね。上位ですね。上位は神なる思いなんですよね。感覚なんですよね。それを私たちは本当にこう、近くっていう体感していく、その領域に入ってきているんですよね。この上位の感覚は随分前から始まっているんですけれども、神なる感覚なんですよ、それは皆さん。なので本当に私たち人間はそういう聖徳の権利として至福もね、もたらされる、その知覚感覚を持っているんですよね。今まで抑えられていたんですけれども、ワンネスの方向に自分のエゴを超えてね、飛翔していければ、その上位とか至福っていうのはね、スルスルとこう上っていって知覚できる領域になっていくので、その方向性にね、皆さん望む方は動かれてください。3月、31日に、新興医院の方で私はグループワークを
やりますので、よろしければそちらにご参加くださいね。マクロビーもランチもついたあのコミュニティという形でのグループワークになりますので、ちょっと興味持たれた方はぜひお越しください。2月の14日は、未来ダイラーの方で、トークプラスちょっと、エネルギーの、パフォーマンスも、短い時間ですけれども行いますので、下に貼っときますので、よろしければご参加ください。はい、もう10分過ぎましたね。それぞれにどんどん変化していくんだと思うんですけれども、はい、ね、皆さんが、ゴールデンエイジを皆さんが作っていくんですよ。言われていた世界を作り出すのは皆さんです。なので周波数を上げる、とにかく、プレアデスのコブラも言ってるように、何が何でも周波数を上げろっていうことを言っていましたし、周波数を上げていくのはとても自分自身にとってメリットがありますから、浄化をしっかりと日々怠らずにしていって、意識を上げるっていうのはこれ対ですから、浄化と意識って私の近くではね同じですから、そこのところをしっかりとさせていって、得意な分野で皆さん輝いて、その存在を皆さんの、輝きを見せてるように、見せてくださいね。輝きが見えるように表してくださいね。子どもたちのね、声もね、聞こえるとね、とてもね、気持ちよくなりますよね。元気が出てくるようにね。一人一人が輝いていくと、それが波及していきますので、放射ですよね。一人がね、発したね、優しい思いや行動がね、次の別な人のところにね、放射されてね、その人の行動を変えていくんですよね。本当にちょっとした事柄で変わっていく。で、特に日本人って一心伝心のところがあるので、早くそういう変化っていうのは生み出されていくものなんだと思うんですよね。だから素晴らしい世界をこと始めが日本からとかって言われているのは、そういった意味合いもあるのかもしれないですね。大切なその気品というかね、その、人間としての尊厳というものを国民性として持っているって言われていますので、楽しみですね。これからね、そのようにして変容して、で他の国の方もやっぱり魂の輝き、高尚な部分でね、高尚って言い方じゃないけど、そのクオリティの高い魂も他の国にも生まれてるし、だから ワンファミリーワンワールドってサイバーはおっしゃっていますけれども、本当にそういうことだと思いますね。転生してきているし、皆さんいろんな国に転生してきているし、いろんな星から来ているから、織りなすものっていうのは最終的には人類として地球ねとしてまとまっていくってことですよね。和合していくことですよね。統合されていって、銀河社会と交流していくっていうね、すごい複雑な複雑な絵になっています。すごいですね、色合いがね。またありがとうございます。はーい、あ、9って書いてあるのかな。9じゃないね、これはね。はーい、すごいすごい。いずれにしても楽しい時代を皆さん、楽しいことを、
クリエイトどうぞされていってくださいね。ではでは、今日はここまでとします。もう電源ないです。はい、ありがとう。おやすみなさい。